お疲れ様です。今日はナースケくんとマリネスファミリーとヒート頑張ろう。じゃあ気合入れていきますよ。頑張ろうね。頑張りましょう。さあ一緒に頑張っていきましょう。最初はフラワーの動きです。一緒に頑張りましょう。大きく手を動かしていきましょう。肩と腕への刺激を入れていきますよ。上半身だけ大きく使って膝は曲げずに頑張ってみましょう。お疲れ様です。次はアッパーカットです。頑張りましょう。下半身も使いながら腹斜筋に力を入れますよ。上体が前かがみにならないように注意してくださいね。上半身も下半身も使います。次は低重心ツイストです。しっかり体をねじっていきましょう。上半身だけじゃなく下半身もしっかり使っていますよ。前かがみにならずに目線は上下にぶらさないようにしていきましょう。ウエストが絞れてくれますよ。さあここからはプランクの姿勢に入っていきます。最初はプランクツイストです。頭からかかとが一直線になるようにして腰骨を床に近づけていきましょう。難しい人はエイミーのように膝をついてやっても大丈夫。腹筋と肩や腰、背中の持久力をつけていきます。次は V 字プランクです。頑張りますよ。プランクの姿勢で腰を天井に向かって上げていきます。しっかり腹筋を使っていきましょうね。辛い方はエイミーのように1回ずつ膝をついても大丈夫。自分のペースで頑張りましょう。よく頑張りました。次はマウンテンクライマーです。肩の真下に手首をついて膝を胸に近づけるようにリズミカルに動いていきます。自分のペースで大丈夫ですよ。ワンテンポ遅くても大丈夫。しっかり腹筋の収縮を感じましょう。お疲れ様です。1セット目はあと2種目、プランクトランフォームです。プランクの姿勢から腕を曲げ伸ばししていきます。この時お尻が左右に揺れすぎないように、自分が一本の板のようになったとイメージしてやってみてください。よく頑張りました。1セット目ラストです。プランク足上げです。足を上下に上げていきます。この時お尻が上がりすぎたり下がりすぎたりしないように、膝をついても大丈夫ですよ。バランスが崩れないように体幹を意識しましょう。お疲れ様です。ここで20秒間の長めの休憩です。しっかり呼吸を整えて2セット目も頑張っていきましょう。最初はフラワーの動きから行いますよ。一緒に頑張りましょうね。指先遠く大きく腕を動かしていきます。後半のプランクで上半身を使うのでしっかりここでほぐしましょうね。一緒に2セット目も頑張りましょう。
次はアッパーカットです。頑張りましょう。しっかり下半身も使いながら体をねじってパンチをしていきますよ。膝はしっかり曲げて下半身の力を上半身に伝えていきましょう。次は低重心ツイストです。しっかり体をねじっていきます。下半身も使って全身運動ですよ。ねじった時に息をふーと吐いてくださいね。よく頑張りました。ここからプランクゾーンです。まずはプランクツイスト。必ず頭からかかとまでは一直線になるように意識しましょう。お尻が下がりすぎても上がりすぎても良くないです。しっかりお腹を丸めるようにして動いていきましょう。よくできました。次は V 字プランクです。しっかり腹筋の収縮によってお尻を上げていきましょう。元に戻った時もお腹の力は抜かないですよ。常に腹筋を収縮させて1回ずつ膝をついても大丈夫。自分のペースでいきますよ。次はマウンテンクライマーです。リズムは自分のペースで大丈夫。大事なのは一定のリズムで行うことですよ。エイミーのように肘をついてやっても大丈夫。自分のやりやすい方法を選んでくださいね。2種目で終わります。次はプランクトランフォームです。常に腕、肘は肩の真下にあるようにします。お尻が左右にぶれないように常にお腹を意識しますよ。かなり息が上がってきますが、みんな一緒です。最後まで頑張りましょう。よく頑張りました。最後の種目です。プランク足上げです。頑張りましょう。お腹の力を抜かずに足を上げていきます。なるべく遠くの方で足を上げるイメージをしていきましょう。ここまで頑張った自分偉いですよ。最後まで一緒に頑張りましょう。ぜひね、まだまだ運動したい人はこの後流れてくる再生リストでね、もっともっと運動してください。そしてマイネスファミリーの SNS のフォローも忘れずに。じゃあみんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。